東京。今何歳なんですか。葛西ちゃん。ありえ。夜空の向こうが1歳半言うてましたもんね。びっくりする。歩道セラーが歩道衝撃的。ただね、歩道セラーかんっていうのはね、あの私もでもライブハウスに通い出したのは16の時なんで、ちょうど同じぐらいで、さっきマスターとも話してたんですけど、なんかあのライブ活動を始めた当時の自分を見てるようで、なんかそわそわドキドキしながら私はステージを見てたんですけど、ああ私もきっとああいう風にやってたんだな、ああいう風に始まったんだなと思って、なんかすごいワクワクしました。でね、こうなかなか続けてやってると、最初の頃に書いた曲ってあんまり歌わなくなってくるんですよね、やっぱりね。新しい曲をどんどん書いて、やっぱり一番フレッシュだし、自分の中で伝えたいものがどんどん出てくるから新しい曲を書くんですけど、そうすると必然的に昔に書いた曲ってやっぱ歌わなくなってきて、なのでちょっと17歳の頃に書いた曲を久々に彫りました。わあ、3年前、3年前私一度でも自分の年言いましたっけちなみに、来年音楽10周年を迎えます。そこから逆算してくださいって言ってくださいね。幸せっていう曲なんですけど、もう当時はね、あれなんです、もうこの曲にすがりついてすがりついて幸せ、もうみんな幸せ、残念ながらね、幸せっていう失恋の曲なんです当時はもうこれでちょっとボーカルの大会に出させていただいたりとか、テレビの、BS の番組のエンディングテーマとかもやらせていただいて、一時はもうこの曲におんぶに抱っこだったんですが、もうそこから自分でね、いつまでもその曲にしがみついて曲だけ一人歩きさせておくわけにはいかないんで、脱出するようになってからなかなか歌う機会はなかったんですが、久々に掘り出してみようかと。幸せという曲です。君を愛することが僕の幸せだから、何も言わなくていい、さよならの一言も今
はただひたすらに Yep.